家族で旅行の時に行ったりとか、うん、あと一人で大阪城を見に行ったりとかして、お城初心者なんですけど、はい、ちょっと魅力に今ハマり始めたので、いやーもう今日はもう何でもおっしゃってくださいね、はい、周りの方々は黙って、もう素敵でした ね。あの姫路城のこう太陽が上がってくる姿が、はい、あのゆっくりこのドアがいつ開くんだろういつ開くんだろうって思いながら見てるとよりロマンチックだな、美しさに気づけてないのでこんなこと言っちゃあれですけど、何がすごいのかって いいぞ秋元やれやれ気になってしまうんですけど、うん、魅力ってどこですか。まあ、要するにここにその気づこうって決めた人が、はい、そのこれだけの石を全部運んでくるわけですね、はあ、そしてこれ築き上げていくっていう、うん、この苦労とか、うん、そうしてまでこの部分を守りたいという人たちの熱意がこういうものを築き上げるわけじゃないですか、うん、そういう思いで見ると、うん、この一個一個が愛おしいわけです、うん、だから嬉しいに上の部分でお昼ご飯食べるとおっしゃってたじゃないですか、ね、おっしゃってましたね。めちゃめちゃ贅沢だなと思って、もうそこでもう朝から晩までこのちょっとずつ景色変わっていくのをゆっくり眺めてみたいなって思いましたね。なんかパワースポットって感じしますよね、大変なんですよこれね。日頃の我々の苦労をね、はい、ちょっと感じていただけたら、はい、味わっていただきたい、はいはい、いやちょっと待って、これ秋元さん、はい、仲間じゃないですか俺たちどれも行ってみたいと思ってもう選べないなっていう気持ちなので、めぐみさんが決めてくださいまずは乃木坂46キャプテン秋元真夏さんの一番会いたい動物。バーン、サモエドの親子、レモンと子犬ちゃん3姉妹です。いやすごい、かわいすぎる、本当ですね。さあ秋元さん、ぜひ前に出て、いいいいな、おとなしいです、めちゃめちゃ、すっごい毛がふわふわで耳が、秋元さん、はいはい、こちらのカメラでワンちゃんの激かわ映像をぜひ視聴者の皆さんにお伝えしてあげてください。あっち見て、うわー、たまに秋元ちゃんもね、アップにして私も可愛いよっていうのも、私も可愛そうでいいね、モフモフしてるね、モフモフしてる、どっちも可愛いよって、私も可愛いでしょって、抱っこして、うん、抱っこしてね、うわ私も可愛いよ、どっちもね、いいですよ、いやいい、あ、いいね、名倉さんもいるね、やめて、中入らないで、ね、後ろも可愛いでしょって我々も、後ろも可愛いでしょ、名倉入らないでね、うわあ、おっぱいの見た、おっぱいの見た、チャンスチャンスチャンス、秋元ちゃんチャンス、かわいい、これはすごいね、すごい映像、すごいスタジオでこんな姿、あ、なんかすごい胸がときめきすぎて、これはどこまでがお母さんかわかんない、おやつあげてみて、ご飯食べたいのね、ママが、ママ、ママ、全部食べちゃった、じゃあ名倉にもあげて、なんで名倉にあげて、会おうか、名倉食わへんわ、いらんわ、びっくりしますから、本当ですよ、90巻、え、すごい、嘘みたいですね、すっごい、もうなんかふわふわ通り越してます、本当に毛の数がすごいって、すごいでしょ、すごい、こちらの動物のエントリー、大きな桶で水遊び中のゴリラ、めっちゃマッチョやな、ほんま本当ですね、おお、すごいゴリラダンス、すごいすごいよすごいよ、なんで本当にゴリラ、隣で踊ってたら殺されちゃうんだよ、ありがとう、すごいすごい、握力強いからね、あ、逆に反対に、あら、横山さんあのパワーはいないよな、合格でしょこれは、センターの顔でいる、いや、ここで新たな乃木坂を見せていかなきゃいけないなっていうのと、あとソロダンスをやる曲があるので、その時に出てってもらったらもう完璧かなって、 あんなマッチョに、はい、握力すごいのよゴリラって、そうなんですか、マイクバキーなるよ、
そうか。そして秋元さん、乃木坂46のキャプテンでしょ。はい、キャプテンです。なんかあるんですか、意識してることとか。私キャプテンっていう名前とはまた全然遠くて、あんまりガツンって言ったりとか体育会系な感じで引っ張っていくことができないので、うん、メンバーの長所を全部知っていこうと思ってコミュニケーションを取っていくタイプでやってますね。秋元さん、むちゃくちゃ大事なこと言った気がする本当ですか。そういうことなのかもしれない。リーダーの新しい形ってなんか言ってましたもんね、始まる時でも、はい、うん、そこになんかいいヒントになるかもしれませんけども。さあ、今回の逆転の舞台は富山県にある製薬会社。製造しているのはこちらにありますジェネリック医薬品なんです。まあ、今薬局で受け取る処方薬のおよそ6割がジェネリック。乃木坂でいうとそこら辺であんの、こう年功序列的なやつ。そうですね、なんか年功序列でそのグループのセンターが決まるとかそういうのはないんですけど、実力だもんね。4期生の楽屋とかに私がポツンといたりするとちょっとみんなが過ごしにくそうにしてたりするのを秋元さんね、これからは評価制度するので、じゃあまず今から歌の点数つけます。いや、厳しい。音に点数つけますね。何十点以下の場合はやめてもらいます私速攻やめさせてもらって。そんなことも、パフォーマンスもしっかりしてるけど。いやー、ちょっとなんて言うんだろう、その技術面だけ見られちゃうと厳しいところがありますね。だから他のところにも目を向けるとかあればいいけど、はい、数字じゃないとこ結構大事だったりするじゃないですか。なるほど。だからそこが難しいっすよね。なんか本当に会社3年目なんですけど、僕やってて気づいたのは、意外と社員は褒めてほしいし、しかも数値化できないところを褒めてほしいなら、例えばサロンの待合室に毎週ね、待ち時間が楽しくなるように新しい雑誌を買ってきて。バカリズムへの近況報告。今夜メッセージを送ってきてくれたのは乃木坂46です。最近の近況報告をバカリさんに、うん、バカリさんってなんかちょっと、ちょっとなんかいいですよ。いやいや、いいですよ。呼んでバカリさんと呼んでください。最近私たちが46時間テレビっていうのをやりまして、で46時間ね、配信した後に打ち上げをしたじゃないですか。ああ、しました。で、みんなまあ楽しくお酒飲んだりご飯食べたりしてたんだけど、うん、私はもうちょっと、クタクタで正直。いや、そりゃそうですよ、46時間目すごく求めていたのよ、ビールを。だからもう誰よりも早く一貫飲み切ってしまい、でやってたらちょっとスタッフさんがもう一個行きますかみたいな言ってくれて、ちょっと恥ずかしく私は一部始終を見てたよ、それだよ。ちょうだいっていう顔がもうなんか物欲しそうにすごい食べたりする子供みたいに。さあ、他には近況報告ある人いますか。はい、お、みずき。私はですね、バカリズムさんにイラストを描いていただいて、ね、持って帰らせていただいて、今も大事に本棚のところに飾らせて、ありがとうございます、嬉しい。で、なんかこう仕事行く前に、あ、今日も行ってきますって嫁に呼んだりかけてから、家を出るんですけど、自分の顔なんだけどね。でも私の部屋って結構なんかシンプルで、はい、あんま物を、あ、そうなんだ、はいはい。なんかそのイラストだけがだいぶこうちょっと浮いてるっていうか、簡単な感じが。リスってるって、いやいや、リスってるって、とても素敵なイラストをいただいて、本当に嬉しいなって気持ち。嬉しいんだよね。ちょっとだけ浮いてて。なるほど。どうしたら浮かないようになりますか。そっか、1個だけ飾っちゃうとね。だからコピーしていっぱい貼ればいいんだよ。絶対違和感ない、そういう部屋になる。続いて乃木坂46を率いるキャプテン秋元真夏のお一人様飯。私に欠かせない夜食はこれです。お餅なんですけど、お茶碗にお餅を入れてちょっと水をかけたら電子レンジで1分ぐらいかけてきます。はい、こんなになりました。そしたらここに納豆をかけます。あとはもう食べるだけです。納豆が絡んだお餅、美味しそう。こんな感じです。めっちゃ美味しいこれ。カツカツなの生活。はい、これが私の夜食1です。1? あ、まだ食べるのね。続いての夜食はこちらです。お餅をこれも夜食1なの。水をかけました。で、そこにスライスチーズを乗せて電子レンジにかけます。レンジから出したら明太子とマヨネーズをかけました。美味しいんですよ。はい、これで夜食第2弾いただきます。第2弾。あ、でも美味しそう。おー、すごい。
にしてもカツカツだよね。ねえ、ついてますね。まあ、大体皆さんついてますね、はい、秋元さんなんて書きました？私はあの広げると船になるって書きました。ありがたい。いや、めちゃくちゃありがたいな。なんかちょっとロボット的な感じで、真ん中のあのボタンを押したらバーンと広がって、あのそのまま避難できるのかなっていう。災害対策用っていうことですね。ほう、なるほど。正解は船ではなく電動バイク。一体どうやって使うのか、どうやって電動バイクになるかというと、電源を入れてハンドルを引き出して座るだけ。ハンドルにアクセルとブレーキのレバーがあり、押せば前に進みます。時速は最高13キロ。2時間でバッテリーの充電が完了するそうです。はい、秋元さんどうでした？なんか可愛いですね。小さくてコンパクトなので、うん、ちょっと乗ってみたくなりました。っていういろんなルールがあるんですよね。なので、このドローンが落ちてきたりした時に所有者は誰なのかということ、登録してあればすぐに分かる。そして事故の原因はどこにあるのかということは、まあ究明できるからということですね。ではドローンはどんなことに使われているのか。撮影で使うことはよく知られていますが、他にも様々な分野で使われているんですよ。どんな使われ方をしてるか知ってますか？人が歩いて入れないようなところ、災害した場所だったりをこう上から撮ったらすごい便利なんじゃないかなって思います。宅配便で荷物をあのどこかに届けるときに、ちょっと人が足りないっていうときはドローンを使って届ける。うん、そういうこともこれからやろうという話で、それはね、今実際やってるわけではないですね。あのヤコボさんが言ってたように、災害の時にね、こう被災地に上空からそれを把握するということにもちろん今使われてますよね。それ以外点検ですよね。例えばこの橋のこの辺りひびが入っていないかどうか、これまで大変だったわけですよ。ここからロープで下に降りてみたいな、こうやれば簡単に分かるというね。だから人がなかなか入れないようなところを調べるというわけですよね。それから例えば農薬をまくときに一挙にまくことができるわけですし、あるいは測量や調査、こういうところもね、土砂崩れがどうかというところ、やっぱり人間が行くのは大変危険なので使われているというわけですね。そして世界ではこんなドローンも開発中なんですよ。こちらはドイツの会社が開発中のコウモリ型ドローン。うわ、すげえ、本当コウモリだ。何に使えるかは研究中ですが、見た目を鳥などに似せれば野生動物の生態調査に使えるのではと期待されているそうです。いろんな使い方があるんですね。最近はね、残念ながらね、こう戦争に使われるという形で、ね、爆弾を搭載してそのまま突っ込むという、まあ、そういうドローンもあったり、残念な使い方もありますけど、こういうね、なんか楽しいこととかね、便利なことに使ってほしいですよね。このメールが来た時って怪しいメールだと気づけないものなんですかね？今実に巧妙で、知り合いから大事なメールだってことを思わせるようなメールのタイトルになってたりするんですよ。あ、そうなんです。例えば会社で言うとね、一斉緊急連絡ですなんて来たら、あ、緊急連絡だ、開かなきゃいけないって思わず開いちゃう。私もネバネバとネバネバでいいのかなっていうのと、あとなんか海藻って体にいいイメージがすごいあったんで、やったことはないんですけど。秋元君どれぐらい混ぜてます？私でもやっぱ夜に食べるんで早く食べたくて、お腹空いてる時30回ぐらいですかね。それでも30回結構混ぜてますよね。あ、そうですね、僕も20回。25回で美味しさが増すっておっしゃってましたけど、それ以上混ぜ今かよってなるじゃないですか。あなたはタレを先入れ派？頑張ってる方じゃない？ものが先に流されてしまうので、それはよろしくないと、いうことに。大丈夫だよね、後の方がいいんだと。ちゃんと順番を守ってやった方がいい。
タート。一緒、うんうん、さあではタレを混ぜる順番で味はどう変わるんでしょうか。はい、なるほど。だから秋元君はずっと損してたんですよね。圧倒的にやっぱ美味しいらしいですよ、はい、あんなに納豆食べてるのにもっと早く知ってます。でこのイノシン酸と一緒に取るとです、秋元君はこれからね、はい、今まで先に入れてましたけど、いや本当ですね、もう今日ここ来てよかったですね。真逆の、なんか料理として納豆チャーハンとか納豆オムレツとかってあるじゃないですか。それってもう菌が死んじゃってるってことなんですかね。そうですね、タンパクなんで、壊れてしまう。あ、そうなんですね。チャーハンを炒めて、はい、で最後に火を止めてから、納豆を混ぜるという方法があります。今まで納豆チャーハン作った時どうやって作ってました。あ、普通にフライパンに納豆を入れて混ぜちゃってたんで。あ、もう壊してました。そして混ぜた後にタレを入れる。最高ですね。香ばしい、楽しい。やっぱりネギ美味しいですね。うん、合いますね。秋元君いつもと違う食べ方ですけど、はい、どうですか、うん、こっちの方が美味しい気がします。のこと何も知らなかったっていうことが、ね、今日分かったんですけど、うん、美味しい食べ方知ったんで、うん、今日から生かしたいと思います。はい、美味しいね。わ、見たことない。で本日のゲストはお金に興味津々のこちらのお三方。まずは乃木坂46秋元さんでございます、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。何にお金使いますか。弟がいるんですけど、はい、で社会人にもなってて、はい、たまに連絡が来て、その時にあのネットショッピングのギフト券が欲しいっていう風に言われて、はい、で社会人なんで甘やかしちゃいけないなと思いつつも3万円送っちゃいました。弟好きなのね。そうなんですよ、好きです。そうなんだ、甘いね。何でも買っちゃいます。こんなお姉ちゃんが良かったな。はい、確かに。太っ腹。何でも言ってください。秋元さん、はい、何でしょうか。そうですね、サービスエリアやっぱりトイレを使いたくて行く人とかも多いと思うんで、あのトイレの壁がスケルトンで、そこからも楽しめる。なるほど、見れるよね。スケルトン、いや嫌でしょ。外からも見ダメなやつはダメだよ。ダメなんですか。どっか抜けてんのかな。厳しいな。意味ない。気をつけ、はい、さあ有吉さん、料金所の中、真夏ちゃん VTR いかがでしたか。はい、24時間勤務っていうの知らなかったんで、やっぱり大変なお仕事だなって思うんですけど、私も免許取ってもし乗る機会があったらちゃんと感謝は伝えないといけないんだなって思います。そうだね、今何グズグズやってんだとか言うもんね。否定しなさいよ、ちょ、えへへへじゃないか。すごい、そんなにみんなが言う。あの私ペット飼ってないので、あのぬいぐるみとかにこの下ロボットがくっついてたらすごいリアルで、より愛着湧くんだろうなと思いました。俺犬2匹飼ってて、犬大好きなんだけど、はい、舐められるの大嫌いだからね。あ、そう。本当にさ、でっかいやつを作って、うわーってやったら一周地球を回って自分に届けるためにすごいですね。すごくないですか、自分と会話できるって、うん、これだからライブとかでさ使ったらさ、はい、生声でファンの人に届く。確かに、大体スピーカーを返してやる。そうですね、1個じゃ取り入れたいです。はい、じゃあちょっとスタートします。あー、出てきた。ちょっとゆらゆらゆらっと動かしてみます。おー、すごい、すごいですね、この計算。実際にここにこういう物体、この壁があって、うん、ボールがあった時にどういう力が働くか、そういう計算をして、こっからこうして、ちょっと振ると、ねはい、ほらほらほら、ドン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 ってやると、ほら、いやでも本当にリアルな動き、いっぱい入った。でこれをくるっと、ほら、おー、当たり、2つも入った。いや今のひっくり返すときよく画像処理失敗するんですけど、うん、やっぱりひとりさん持ってますね。あー、いえいえいえ、素晴らしい。続いて秋元も体感。はい、かけました。見せてください。はい、ちょっと砂時計みたいにしました。あら、面白い、はい、ここを通ってくれるか
楽しみです。そこに最初から溜まってくれるかな、その上のさ長方形の部分にさ全部入っちゃったらさ。ここですか。そう、確かにそういうこともある。どんどん行っちゃうです。フロード、はい、不思議、面白いよね、なんかね、はい、ありましたよね、ドラッグストアとか、うん、ユニクロとかダイソーとかそっち系の方の UFO 動画が撮れたんです。こちらをまずご覧ください。あ、沖縄ありますから。なるほど。柴又帝釈天への参拝客を運ぶ鉄道会社だった。なるほど。ディズニーリゾートと実は京成、すごい深い関係があるんです。これはですね、京成で何十回も言ってるんですけど、うん、ディズニーランドローズの話、はい、全然知らなかったですし、うん、あとなんか都市伝説ってもっと怖いイメージあったんですけど、はい、すごいほっこりしました。そう、素敵な話もあんねん、はい、あるんですよ、うん、今日一番良かった都市伝説をクッキーさんから発表していただきたいと思います、うん、はい、まあ、テラーの方もすごく良かったんですけども、はい、ちょっとゲストの方から選ばせてもらいたいですね。ありましたか、秋元さんの、はい、あのガム噛んでて捨てるとこなかったらの後輩のカバンに捨てるっていう、あれが一位ですね。そんな話あったっけ。いや、してないですけどね。してないよね、はい、ごめんな、じゃあノーマネーでフィニッシュ。すいません。ちょっと今日来てくれたということで、はい、いただいていいですか、みんなのハート落ちないでもらっていいですか。いいですか、そう欲しいじゃない、学んだのは。皆さんご存知か分かんないですけど、皆さんのハートにズッキュン。ゴールデンウィーク何してんの。ひどいよ、ひどいよ。一度ね、なんか本当あのハローみたいなテンションですもんね。そうなんですか。もらったどうなの、ゴールデンウィークどっか、はい、まあ忙しいか。ゴールデンウィークあのライブが近いのでリハーサルをずっとしてたんですけど、もしお休みあったらサービスエリアが好きなんで、サービスエリア巡りをしたいなって思ってます。海老名がいいらしいよ。あ、そうなんですか。ついこの前ね、海老名いい。クイズ形式でご紹介しましたが、まなっちゃんいかがでしたか。いや、私絶叫系ジェットコースターとかすごい大好きなので、うん、すごい楽しく見てたんですけど、伊沢さんすごい怖がってましたよね。高いとこ苦手だし。ダメなんですね。そうなのよ、ダメな人があの藤山乗れるのはすごいなと思いました。そう、頑張ったよね、はい、ちょっとその動揺でいつも間違っちゃったのかな、珍しく。あるかもしれないです。メルルどうでした。あの観覧車すごくなかったですか。ちょっとドキドキするけど行ってみたい。あ、乗りたい、あれ、はい、頂上行ってみたいです、あれで。そっか、いや、あれはね、なんかちょっとしたこう男女とかで行くとまたちょっとそのドキドキがみたい、ね、下見えた。どうですか。あの私も絶景カフェのバンタカフェに家族で行ったことがあって、あのその時晴れてたので海辺のテラスで、あのさっきのブクブクソーダ、うん、飲むことができて、うん、すごい楽しかったんで、やっぱりこの今映像を見てまた行きたいなと思いました。そっか、何度でも行きたくなるような。なりますね、うん、でもブクブクソーダはマナットだったらもう確実に鼻の頭つけるでしょ。つけてるかもしれない。そうね、あれみたいな顔してね、はい、そういうの天才だもんね。さあ、ここでマナッちゃんからお知らせがあるんですね。はい、乃木坂46の10周年の際、よろしくお願いします。この旅がすごい楽しそうだったんで、本当ジェットスキー乗ってみたいなと思いました。聞いたけど、どうで、秋元さんはいかがですか。はい、そうですね、あの毎日マスクをつけて生活をしているので、あの日本でもちょっとだけ緩和されるみたいな、うん、ニュースを見たときに、世界では皆さんどれぐらい今マスクつけてるんだろうっていうのは。ロシア人が住んでいる割合が一番多いのはどこだと思いますか。でもやっぱり一番近い北海道なんじゃないかなって思います。俺も北海道だと思うんですけど、逆にそのシンプルに外国人が多いってことで東京都とかになるんですかね。あ、なるほどね、はい、これね、人口比ですよね、あくまでね、絶対数じゃなく、その都道府県民の人口比でロシア人が一番多いというのはこちらです、はい、富山県が1位ですね。で2位はさすがに東京都ですね。で3位が北海道。意外にだから東京や北海道って出ましたけど、1位は実は富山県なんですよ。ほら、ここにもロシアの文字が書いてある。本当だ。というわけですね、やはりロシア船がたびたび訪れていた。富山にこうウラジオストクあたりからだと、ほら、まっすぐ来れば、なるほど、まあ、至近距離になるんですね。ここに大勢こうロシア人が来たり、あるいはこれで例えば中古車をここで購入して、それをロシアに持っていくという、そういうビジネスの人たちが大勢いたんですよ。
だから私以前ウラジオストクやハバロフスク行ったことありますけど、もうロシアはそもそも自動車左ハンドルなんですけど、この辺り右ハンドルの日本の中古車だらけですよね。あるいは新潟もそうですよね。新潟もこれロシア船しばしば止まってましたからね。現在はね、新型コロナだったり、あるいはウクライナ侵攻などの影響で、まあ、どこもほぼ行き来がない状態になってる。どこまで人気なのかというと、購入者のお目当てはおまけでついているキャラクターシール。ありました。私も幼稚園の時にポケモンパン流行ってて、よく買って、その中のシールを車の窓にいっぱい貼ってた記憶があるんで、今流行ってお父さんならどうしますか。天然ガス買い続けるかやめるか。やっぱロシアのことを考えると控えた方がいいですけど、でも控えてしまって自分の国が困ってしまうってなると、別のとこから買う方法っていうのはないんですかね。ロシア以外から天然ガスを買うことはできないの？それを EU も含めていろいろやってるんですけど、はい、当然そうなると他のところの天然ガスの値段が上がりますよね。例えばカタールとか中東ではやっぱり石油だけじゃなくて天然ガスもいっぱい出るんですけど、その天然ガスの値段が今ものすごく値上がりしてるわけですよ。そうするとロシア以外から買おうとするとものすごい高いお金を出さなければいけないと、やっぱり経済的に打撃。してスウェーデンとフィンランドはこれまで NATO に入らなかったの？これまではそのロシアとの関係も悪くしたくないっていうのがあって入らないでいたけれど、ちょっともしかしたら攻められる可能性が出てきたっていうことですかね。はい、全くその通りです。はい、NATO っていうとそもそもはソ連に対抗するものとしてできた。だから NATO に入るとソ連と敵対する立場になる。フィンランドもスウェーデンもソ連のすぐ横にあるから、あえてソ連を刺激しないように、 NATO に入らないからソ連も我が国を攻撃しないでね、というそういうやり方を取ってたんですよね。でソ連がロシアになってもそういう状態を保ってきたんだけど、こんな様子になったから、これじゃあいつねロシアが攻めてくるかもしれない、じゃあ NATO に入ろうというので、これを正式に申請をしたというわけです。ね、思えば喝采は知らないかな、秋元さんなんか。すごい大好きな曲で、乃木坂に入った映画に出させてもらったんですけど、その中の劇中歌として歌わせていただいたんですよ。コロッケさんで知ったんじゃないんですか。そうじゃないんだ。さあ山口さん、はい、今の VTR ご覧になっていかがでした。曲は3秒っていう今日、はいはい、縛りですけど、秀樹さんはモノマネは1秒でできますか。あ、じゃあいいですか、お願いして。1秒で秀樹さんのお願いいたします。パン、これだけです。でもこれで分かるんですよ。分かります。秀樹さんって一番で分かるんですよ。確かに。でもあんまりご本人のパーンってあんまり聞いたことない。意外と言ってないんですよ。イメージですよ。イメージですね。60万枚、売れたんですね。デビュー曲でね。デビュー曲でこの歌があって今日の私がいるっていう、もう感謝しかない。あ、本当ね。デビュー曲でその100万枚超えるっていうのプレッシャーもきっとあるだろうなっていうのを勝手に感じてたんですけど、もっと頑張った方がいいなと思っちゃいました。私自分で聞いてて。もっと頑張られるでしょ。はい、もう全然足りないなって思いました。声だね。午後に前に失礼ですけど、僕らその時の小学生は、みんなすいません、これを替え歌にしてまして。そうよね。もう瀬戸ワンタン日暮れ天丼っていうことね。ゆうなみこうな味噌ラーメンっていう。多分地方によって違うと思うんですけど、もうみんなこれで歌ってましたね、子供たちは。ね、秋元さん分かる、はい、ご当地ソングってのは。ご当地ソングに入るのか分からないんですけど、花輪さんが歌ってらっしゃった SGA さがのやつがご当地ソングだとイメージが強いです。あれは入れないでもらいたいですね。そんなこと言わないでください。ご当地ソングファンとしては。秋元さん、アイドルって言っても時代が違うでしょ、はい、私たち今のアイドルからすると昔のアイドルの方のこの謎めいた感じが羨ましいなって思ったりする部分もあったりするんで、またなんか違う世界な感じがしますね。ルミ子さんの場合はそれこそ桃江さんとかね、はい、聖子さんとか明さんとかこういったアイドルのお姉さん役だったじゃないですか。そうですね、だから明菜ちゃん19歳で、
明菜ちゃんどうしてんでしょう今、本当です、ね、会いたくてしょうがないんですけど、明菜ちゃん見てたら本当です、ね、連絡ください。本当にあれは踊ってた、慎吾ママの踊ってました。あの小学1、2年生ぐらいの時にちょうど流行ってて、うん、学校の運動会の行事で出し物としてみんな覚えて、うん、あのオハロックの慎吾ママの格好、うん、このカチューシャとかつけてみんなで踊りました。だってオハっていう言葉が、うん、もうなんか普通の挨拶になってたじゃないですか。そうですね、うん、ね、でも中には先生おはようございますでしょって、うん、ちゃ真剣に怒る先生もおったりとかしました。難しい踊りですね。そうなんですよね。なんかちょっとステージにしゃがみ込んで、ね、の振り付けもあって、スタジオのステージ、うん、静電気すごいからバリバリしかもね、ほんとたくさんねメンバーいるんで、うん、さっきの映像もね、秋元さんすぐ過ぎ去っていって、そうなんですよ、もう後ろ振り返りながらも顔はずっと残したのそれぐらいじゃないとね、はい。秋元さんが所属していらっしゃる乃木坂46のニュースもつまみ食いしていきたいと思います。こちらです。斉藤飛鳥さん卒業へ、1期生は秋元真夏さんだけに、はい、はい、ね、秋元さんはこの、ね、同期の飛鳥さん卒業というのは事前に聞いていたんですか。はい、そうですね、うん、もう同期が本当に2人だけっていう状態だったので、うん、だいぶ前から卒業するっていう話は聞いたりとかしてましたので、ね、はい、うん、そっか、うん、一人になっちゃったですね、一期はね。そうですね、ちょっとまだ実感が湧かないんですけど、うん、ようやく発表した時にちょっと寂しさがすごい出てきたりとか、うん、あとはもう一緒にいられる時間が少なくなってきてるので、うん、たくさん思い出作ろうと思っていっぱい話したりとか写真撮ったりとか、うん、っていうのがすごく増えましたね、うん、はい、秋元さん、ね、実は今日のいるサンジャポパネラージの中に、はい、熱烈な乃木坂さんのファンがいるんですが、どなたかお分かりになりますか。本当ですか。実は VTR をちょっとご用意してまして、はい、ご覧いただきたいと思います。嬉しいです。どなただろう。斉藤飛鳥さんがアシスタント MC を務めた爆笑問題の特番、収録後サンジャポは取材していました。そこに細田弁護士何してるんですか。今日ジャーナリストなんで、なんで飛鳥ちゃんが欲しいなの。飛鳥ちゃんマジか、それで来たの。職権乱用じゃないいや本当に顔のバランスやばいですよね。顔しちゃう気持ち悪い。飛鳥さん、今回この収録いかがでしたか。こういうアシスタント MC っていう役回りは初めてやらせていただくので緊張しましたけど、あのバラエティの MC なんかやるの初めてですよねとさっき言いました。やっぱそうですか。どうですかね。どうですか今その話を。そうだね、おめえ緊張してんじゃねえよマジで。いやまさかこれが卒業の原因になってしまう。違う違う、これが卒業の原因じゃないですけども、いや改めて見るとすごいですけどね、細野さん、ね、斉藤さんもいいですけど、そのね、秋元さんの魅力というのもちょっと。いや秋元さんは1期生1人になったっていうけど、うん、最近の YouTube 配信でレンカちゃん、3期のレンカちゃんと一緒にすごいね、電動自転車で一緒にね、鎌倉まで行ってましたよね。後輩と一緒に、うん、そういうのはちょっとイメージダウンにつながる。いやいやいや、イメージアップ、イメージアップ、ね、ファンなんですか。細かいところまで見てくださってすごいんですよ。メンバー思いだなと思って、ね、ありがとうございます。すごいですよ ね、 ね、だから一番だからこれから責任が もっとこう強くなるっていうかね、はい、そういう立場的に、ね、背負っていかなきゃっていうのはすごい覚悟を決めなきゃなっていうふうに思います。うん、ねえ、みちょぱとかはね一人でやってるからね、そのグループの中でね、こうやってこう卒業していく人がいたりやめちゃう。グループ作ればいいんじゃない。なんなん？確かに何のグループなの？みちょぱ46。みちょぱ46。みちょぱ。みちょぱ。みちょぱって言われている人を日本中から集めて。いないんですか？私一人なんですよ。多分人探しゃいるよ。細野さんが応援してくれるなら頑張ります。あ、もちろんもちろん。みちょぱ46。もちろんもちろん。みちょぱ46応援しますか？もちろん当たり前じゃないですか、みちょぱ。誰でもいいじゃん、じゃあもう。誰でもいいんだよ。まあ、あるよね。でもね、中間くん、ね、こうやってね、まあ、グループからこうね、
卒業する人が出ちゃうとかっていう気持ちちょっとやっぱり分かりますか、そういう、まあ、そうです、うん、でも形はやっぱり全然違うというかやっぱ大所帯なので、うんうん、その中でやっぱりリーダーを務めてるというのは僕はすごいなと思って、うん、やっぱり全員が信頼してるからこそ務められると思うし、一人だけ先輩になるってことですよね、うん、そうですね、先輩で最年長になりますね、はい、でも上手にやらないと仲間外れになるから、仲間だけ、仲間だけ、僕は別に乃木坂ではない、そこじゃないんですよ秋元さんの後じゃなくて仲間くんの後に言わなきゃ、今タイミング良くないと思ったけど、じゃあやめてください、話が入っちゃった、石田さんなんかどう思います、こういう、ね、卒業とか、いやでもちょっと前だとこう、うん、例えばグループがメンバー抜けるとか、うん、卒業するってなるとこう仲悪いのかなとか、うんうんうん、残念だなっていうのが強かったと思うんですけど、うん、最近はなんか次のキャリア何するんだろう、次チャレンジ何するんだろうとか、結構前向きなこう気持ちでそのソロでの活動とか、あとその辞めた後もまたメンバーとの交流とか見れたりするので、ご飯としてその後もなんか応援できるのがちょっと楽しみだな、そうですね、さあでは続いてまいり